北の海理事長が死去、62歳、元横綱優勝24度。大相撲の元横綱で、日本相撲協会理事長、北の海親方の、おばとし、みつさんが、20日午後6時55分、直腸がんと多臓器不全のため、福岡市内の病院で死去した。62歳だった。葬儀の日取りは見て、福岡国際センターで行われている九州場所のため、福岡市に滞在していた。今年7月、 腎臓に尿がたまる両側水腎症と診断され、名古屋場所の途中で休養。8月に職務に復帰したが、健康状態が安定していなかった。九州場所には、初日から姿を見せ、前日までは報道対応をこなし、取り組みの解説もしていた。北海道総別、総別町生まれ。中学1年だった1966年冬に上京し、三望家席部屋に入門。当時は認められていた中学生歴史として、 両国中学校に通いながら、67年初場所で初土俵を踏んだ。71年夏場所で十両昇進。72年初場所で幕内に昇進するなど、当時の最年少記録を次々と塗り替えた。74年名古屋場所後に横綱昇進。21歳2ヶ月での最年少記録はいまだ破られていない。得意は、左四つからの寄りや投げで、ライバルの横綱脇島との熱戦は、ファンの声援を二分し、忍虎時代を築いた。 優勝24度は、白頬、大頬、千代の富士、朝青龍に次ぐ歴代5位。現在の国技館のコケラ落としとなった85年初場所中に現役を引退。横綱在位は、史上最長の63場所で、横綱での白星670勝は歴代1位。幕内804勝247敗1 7 9は、海王、白頬、千代の富士に次ぐ歴代4位だった。その功績から 現役地のしこ名で親方になれる一大年寄りとなり、北の海部屋を創設。元幕内岩尾、山響親方や幕内北太志キを育てた。2002年2月に理事長に就任。しかし、08年9月に弟子の白露さんが、抜き打ち検査で大麻の陽性反応が出た責任を取って辞任。12年に理事長に復帰すると、教会の公益法人化を実現し、不祥事のため低迷していた観客数の増加にも尽力した。